皆さんこんにちは、中川雅人です。今日は京都で気候整体をされている坂本さんの治療院へスタッフの佐久間郁子さんがお邪魔してお話を伺った様子を見てもらいましょう。坂本さんは新気候研修講座を受講され、新気候の中継を習得されました。さらには肺元気も購入されて治療に生かしているようです。その様子を見ていただきましょう。それではどうぞ。失礼します。今日はよろしくお願いいたします。はい、坂本圭一さんですね。あ、鏡、店の門と門とキャラクターと、はい、でこのこちらには肺元気が、肺元気とホワイトセラミックですね、が用意されてるということなんですね。会長入りますね。あ、会長もここに、ここに会長がいらっしゃいます。このお布団すごくなんか特徴がありますね。私が脳梗塞になってね、はい、何か助かったんでお役に立ちたいなと、はい、でマッサージ屋さんに勤めたんです、はい、でそこが特注で作られてたお布団なんです。じゃあ今から施術をね、していただきます。失礼します。足からされるんですね。はい、最初両足をこうね触って、はい、この方の今の体の状態を確認して、はい、うん、でその時に、はい、この肺元気ホワイトセラミックをいつもお腹の上にね、お腹の上に乗せて、で左足から、左足からなんですね、はい、こんな感じで、こんな感じで、それまでは自分の気をこう使ってて、はい、まあ大変しんどい日もあったんです、実は。うん、もうやっぱり大変しんどい方が来られると、大変しんどく自分になって、あ、やっぱり自分もしんどくなっておられたんですね、はい、ぐったりになるので、ここで次の方来るまで横になってちょっとチャージする。あ、そんな感じだったんですね。そんな感じを繰り返し、繰り返し。で、今回その新気候に出会うことによって、はい、全く自分の気使ってないので、あ、しんどくならない。しんどくならないですか。全くならないです。もうそれが大きく変化。変化しましたか。はい、いや、れはね、これは、うん、自分の体でこう体感してますから。はい。その何がいいとか悪いよりも、うん、全然しんどくならない自分が楽。顔を見ながら、はい、こう左足を触ると、うん、左の顔がぐーっと上がっていくんですよ。あ、顔が上がっていきますか。だから右と比べても、ええ、左の方がむくみがなくなりますから。そうですか。ぐっと上がるんですよ。それを見ながら、はい、流れたなって言って、それをこう確認して、はい、で本人には流れた足をこう上げるのと、はい、まだ触ってない足をこう上げるのともうすでに違うんですけどね、こっち軽い、こっち重たい、これ音でやっても分かりますけど、ポンって落ちると、なんかドンとね、こっちの巡りがこのそれだけ変わるので、はい、こっちの木の巡りも変わりますから、うん、ちょっと触ってあげるだけで大きく変わる。変わるんですね。このホワイトセラミック使うのは、はい、潰せなってもらった時に、これもここにこうやって置いとくんですけど、うん、はい、
その時にお尻をね、お尻とお腹とつながってるんで、はい、こうやってやってあげるんですよ。あ、こう。こう触りながらね、背中もね、はい、背中ってあの悪い気が溜まりやすいので、そう、背中はね、メンテナンスできないですからね。でこの時にホワイトセラミックでこうやってあげると、はい、こうさすってみんなね、うん、気持ちいいっておっしゃるんですね。ずっとやってずっとやってずっと守ってもう通ったらやめるよ。ああ、そう、やっぱり皆さん心地いいと言ってくださる。それ気持ちいい。そうですか。骨のね、際のとこ、やげるんですよ。くるくるくる。くるくる。ああ、いいですね。まだこの坂本さんの大きい手がね。最後はね、硬、うん、いとこがあったりとか、流れが悪いとこあったら、うん、わかるんです。あ、もう察知できるんですね。で、そうあったら、そこにまた、コロコロ。あ、コロコロ。なるほど。聴診器を当てて、またこう、ヘッドを使っていただいて。いけるいける。こう、上向いてくださいみたいな。あ、そうですか。いいですね。なんかご自身の手で、こう、揉みほぐしされるのと、ちょうどあの、ホワイトセラミックヘッド、うまく使われるのと、一緒にされて。うん、そうですね。はい。どうですか、やっていただいた感じは。あ、すごく気持ちよくて、ええ、あのこれをね、使ってもらうようになって、ええ、すごくね、流れる自分の中で流れていってるっていうのがすごくわかるんです。あ、あの体格も、はい、してくるんで、はい、その変化はあの以前使ってない時と使ってる時で違うなっていうのを実感してわかります。そうですか。頭一番最後にしてるんですよ。あ、頭は最後、はい、最後の最後には足の先も触りますけど、うん、頭はどちらかというと気を入れて、はい、その流した血流と、気を、ね、流したものとそれをなんか最後足をさすってあげて、うん、で今日は終わっときますね。